本当にあったシンクロニシティ6000。こんにちは、灰原愛です。皆さんはシンクロニシティという言葉を知っていますか？シンクロニシティとは意味のある偶然の一致で、例えば連絡しようと思っている時にその相手から連絡が来たなど、思っていることと目の前に起こる出来事の間につながりが認められると、それはシンクロニシティです。今回は説明がつかない不可思議な偶然を6つご紹介いたします。タイタニック。1898年に出版された本フューティリティ、著者はモーガン・ロバートソンで、タイタン号という豪華客船が北大西洋の氷山に衝突し沈没。しかしこの船は絶対に沈まないとされており、最終的に救命ボートの数が足りなかったという内容ですが、映画タイタニックと似ているのに気づきましたか？タイタニックは実話を元に作成されていて、しかもこの本が発売されたのは事故が起きる14年前。しかも事故の後、フューティリティからタイタン号の沈没とタイトルを変えて再出版され、予言書として大ブームになるまでに。こんなことってある？天才的な隣人。日本でもジミヘンの愛称で知られている米国の天才ギタリスト、ジミヘンドリックスが1970年にロンドン市内のホテルで謎の死を遂げました。彼はブルックスストリート23番地に住んでいました。また1759年に亡くなった天才作曲家で、ハレルヤハレルヤとハレルヤコーラスを手掛け有名なゲオルグ・ヘンデルもブルックストリート25番地に住んでいました。23番地25番地は隣になり、209年の時を経て歴史に名を残した超絶天才ミュージシャンが隣人になりました。生まれ変わり。この2枚の写真を見てください。似すぎていませんか？左の写真は車のフェラーリ社の創設者エンツォ・フェラーリ氏、1988年8月14日に亡くなりましたが、ちょうど2ヶ月後の10月15日、ドイツのアーセナル FC のサッカー選手メスト・エジル氏がこの世に誕生しました。これはフェラーリ氏の生まれ変わりではないでしょうか。ドナルド・トランプ。アメリカのトランプ大統領が大統領になることを予言されていたアニメがありました。アメリカで2000年3月に放送されたアニメシンプソンズの中にあります。こちらを見てください。そっくりですよね。さらにこちらの場面も実際と全く一緒です。さらにこちらの予言だけでなく、他のことまで予言しているという説もあり、シンプソンズの作者は何か知っているのか、またはタイムトラベラーかなどとの噂もあるようです。元大統領。ケネディ元大統領はリンカーン元大統領の生まれ変わりだと言われていることは知っていますか？このように言われ出したのは、二人にはかなり多くの偶然の一致があるからなんです。まずリンカーンの息子は駐英大使を務め、ケネディの父親も駐英大使だった。そして20代で亡くなった姉妹がいた。さらにリンカーン・ケネディともに30歳を過ぎてから結婚、4人の子供に恵まれるが、共に大統領就任中に息子を亡くしている。さらに40歳まで生きた息子が1人しかいない。両夫婦に関してはフランス語が話せ、結婚40年後に死亡している。すごくないですか？ここまでの偶然ってあります？しかもまだまだあるんです。リンカーンにはケネディ、ケネディにはリンカーンという名の秘書がおり、二人の大統領が暗殺され、当時の副大統領が昇格し大統領になりましたが、彼らは1808年、1908年生まれで、共に南部出身。しかも名前はジョンソン。もうここまで来たら怖すぎます。2台しかない車。アメリカ・オハイオ州で1895年、2台の車が衝突事故を起こしました。しかし全米では自動車生産がスタートしようとしていた時期で、当時オハイオ州にはこの2台しか車がありませんでした。2台しかないのにその2台が偶然に衝突。当時の事故の記録がないため、原因は未だに謎に包まれたままです。い
かがでしたか？これは偶然なのでしょうか？他にも偶然を知っているっていう方はぜひコメント欄で教えてください。最後に、街中ではこんな偶然も。 iPhone ケースと洋服が一緒。ご視聴ありがとうございました。ご登録よろしくお願いいたします。